初めて福島駅伝に参加したのが中学2年生の時で、幅広い世代で一本のタスキをつなぐことに感動したのを今でも覚えてます。中学生の頃まで当たり前に見れてた風景とかが今全然見れなくなったんですけど、やっぱり私のふるさとは双葉町だけだし、駅伝を通して思いや絆を感じることができています。今年もこうやって福島駅伝に参加できることが、監督やスタッフの皆さんに感謝しながら少しでも恩返しができたらいいなと思っています。1区は女子区間でも結構高校や大学で活躍している選手が多いので、少しでも前に食らいついていく姿を見てもらえれば嬉しいです。チーム一丸となって一生懸命走るので応援よろしくお願いします。一番思い出に残ってるのは震災後の大会です。2011年の大会ですね。で、自分も区間の一員として走らせていただいて、沿道の方々がアフターマッチ頑張れっていう声をもらって、まあ、その声援のおかげで最後まで完走することができて、涙こみ上げてきました。なかなかやっぱみんなのいろんな汗が染み込んだ助けをもらった瞬間っていうのは、やっぱりいろいろなものこみ上げてきて、今までの人が頑張ってきたんだなっていう思いと、自分の走りでまたつなげようっていう思いがあって、その助けはやっぱいろんな人の思いが詰まったからこその一本の助けになってるんだなって思います。双葉町があるからこそ今の自分がこうしてここにいられることができるんで、そうですね、やっぱ双葉町の力になれればと、自分のできる全力な走りをできればいいなと思ってます。双葉町っていう団体で走ることによって、ああやっぱり双葉町はまだまだやれるんだなっていうことが多分伝わればいいなと、まあ、自分の走りではどうにもならないかもしれないですけど、まあ、町民もただ一人だけでもいいんで、少しでも元気になっていただければなと思います。高2の時に最終区走らせていただいたんですけど、長い区走ったことがあんまなかったので結構不安だったんですけど、もう頑張ろうって意気込んで、はい、走ったのがやっぱり結構思い出に残ってますね。その時なんか風とかめっちゃ強くて、天候もあんま良くなくて、本当にすごいしんどかったんですけど、こうした瞬間にこうみんな迎えてくれて、それがなんかすごいありがたかったなって。こう全日本の駅伝の予選会があるんですけど、ちょっと直前に怪我しちゃって、本当は走る予定だったんですけど急に走れなくなっちゃったんで、はい、ちゃんと、はい、11月頃には怪我治して、はい、万全の状態に臨みたいっていうのはありますね。中学校の時からずっとお世話になっている、はい、方々からバックアップされて、自分としてはやっぱ走らせてもらえてるっていう立場なんで、こう恩返しというか、まあ、そういう気持ちでちゃんとなんか自分のできることは精一杯やっていきたいなっては思っています。何でも経ったとはいえ、やっぱりそういう聞いた後とか、やっぱりそういうの残ってると思うので、やっぱそういう方々が少しでも元気づけられるような走りをしたいっていう思いを込めて、はい、全力でもう無我夢中で走りたいと思うので、まあ、テレビの前でもいいので声援をお願いします。去年と今年は補助員という形で入らせてもらって、まあ、自分が走って選手だった時はその補助員の方に結構救われた部分があるんで、選手をまあ陰ながら支えていければいいかなと思って、今回も参加させていただくことになりました。自分たちの町はやっぱり早いと言ったら嘘になるんで、どこまで頑張れるかっていうか粘れるかって、まあ、その見てる方々にどれだけ勇気づけられるかっていう一つの目安としても、やっぱり襷をどこまでつなげるかっていうところだと思うんですよ。5区だったり4区だって、まあ、繰り上げになってしまうので、みんな襷を長く長く一人でも多くつなぐっていうことを意識してみんなでやっていけたらなと思います。1年ぶりにまあ、友達だったり、まあ、双葉町民の方々にお会いできて、双葉町で良かったなって思える場所なんで、やっぱり福島駅伝はこれからも参加できればしていきたいなと思う場所ですね。やっぱり自分の生まれた町、育った町っていうのがやっぱり一番、まあ、大切っていうか大事にしたいっていうか、ずっと双葉町あり続けてほしいので、そこを、まあ、町民の皆さんもどうか、まあ、応援してくださって、これからも双葉町があり続けるようによろしくお願いします。
の双葉町っていうのも、頑張ってるんだって、頑張ってやってるよっていうのをですね、少しでも駅伝を通じて伝われば、いいかなと思います。双葉町チームでもまだまだみんな助けをつなげてってほしいなって思うので、今回もまたみんな記憶に残るいいレースにしてほしいなと思います。震災当時にですね、中学生だった生徒が、今も大学生とかですね、一般選手となって競技を続けていたりしているので、若い世代が、頑張れるようなチームになってきたのではないかと思いますね。今の小学生とか中学生が見て、来年の福島駅伝に出たいっていう気持ち持ってもらえればいいかなって。そうですね、私もですね、中学生の時にやっぱり福島駅伝を走りたいと思ったんですよね。まあ、今の、小学生とかですね、学生さんもですね、ぜひ来年そういう気持ちを一人でも多く持っていただければ、嬉しいですし、まあ、僕もって言っていただければ私たちもですね、すごく嬉しく思います。震災の後、オープン参加だけど、やっぱそれが一番震災のあの大変なさらが、なんとか影休めでオープン参加だけど、都民の皆様にこう、みんな頑張ってますよというのを見せられたのが一番かな。当然去年よりは少しでも順位を上げるというのを目指します。それであと、たすきがどこまでつながるか分かんないけど、とりあえず最後まで走り切ることがまず最大の目標ですね。やっぱりタスキにはね、結局双子町はまだまだ元気なんだよ、頑張ってる人がいるから、決して頑張ってくださいとは言えないけども、元気で生活してくれればなっていう思いも込めて、やっぱ選手たち、この私たちチームスタッフもタスキをつないで、避難している皆さんも、苦労はいつまでも絶えないと思うんです。双葉に帰って初めてそういうのがなくなるのかな、まあ、帰っても苦労は絶えないと思いますけども、そういう中で選手たちが一生懸命必死になっている姿を見て、少しでも勇気づけられれば、これからの生活にちょっとでもこう私も頑張ろうっていう気持ちが芽生えてくれればいいかなと思って、してください。2011年の時の福島駅伝が印象に残ってます。走ってる時に全然知らない人たちが、まあ、双葉町頑張れとかって言ってくれて、走っててもう涙が出そうな、胸がいっぱいの気持ちで走ってました。キャプテンとしてそのまとめるのは、まあ、当たり前だと思うんですけど、一人一人の気持ちを高めていって、でそれが結果として全体的にまとまりになってくれたらいいなっていう、そういうふうに、まあ、働きかけたいって思ってます。僕たちが走って、それでこう復興が進むとか原発事故がなんか収束するとか、そういうことは全然関係ないんですけど、その僕たちの走ってるところを見て私も頑張ろうとかっていうふうに、まあ避難してる方々が思ってくれたら、僕たちの走る意味っていうのも生まれてくるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、一人一人がまあ避難してる状況で、その選手も同じ状況なんですけど、そういう中でも、まあ、練習を積み重ねて本番に向けて、いい走りをしたいっていうふうに思ってるんで、町民の方々も応援していただけると嬉しいと思います。皆さんの思い、たすきに込めて走ります。つなげる双葉町。